こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾン、売上報告をいただいたんで、その内容をご紹介します。2022年8月の売上は2937ドル62セントでした。2937ドル62セントです。ちなみに、1116個販売してますんで、まあ、大体1個あたり、まあ、20ドル弱と平均するとね、いう金額のものを、まあ、販売している会員さんです。で、去年は、ね、8月で1万3000ドルいって、まあ、その後、まあ、ちょっとね、補充の輸送手段なんかに、戸惑いというかね、使いにくい面とか、まあ、ちょっと途切れた分、あるいはね、送ったものが戻ってきちゃったなんていうのがありまして、売上が落ちました。それでもね、気を取り直して、今年4月に1万ドル再び乗って、5月にまた1万ドルちょっと減っちゃった。で、6月1万1000ドル。で、先月7月は1万5000ドルで。で、8月で、この会員さんが目標としていた、2万ドルを突破しました。当初、目標より1ヶ月遅れ、ね、7月に達成しますって言ったのに1ヶ月遅れちゃったんですけど、まあ良かったと思います。他のセラーと被ってる商品を自動値下げして、販売数を増やしたのが良かったと思います。今月以降は補充を少し多め、2.5ヶ月分程度にして、売り切れを出さないようにして売り上げを維持したいと思います。ということなんですけど、もうね、2万ドル達成も、この今月の目標、あと注意事項も、もう完璧いいですね。この通りに行けば、まあ、2万ドルキープできるでしょうし、11月、ね、あるいは12月に売り上げね、もっと増えてって、おそらく予想としてはね、11月で3万ドル、12月ではね、補充が切れなければ、5万ドルというのもね、いくんじゃないのかなという気がします。またご報告待ってます。ちなみに9月はね、ホニャララ以外のカタログを10増やすと、ね。今やってるジャンル以外のカタログも10増やす。あと EMS で送付できるようになったので、再び利益が出るようになった商品を登録する。以前ね、利益が出ないということでね、販売してなかった商品、今チェックするとね、円安になったし、EMS また使えるようになったら、利益出るようになったというのをまた登録する。まあ、それで売上2万ドルをキープするというのを行いますということです。また、ね、いいご報告いただけると思いますので、報告お待ちしてます。お知らせありがとうございました。Amazon サポーター、堀秀夫でした。